じゃあ今日はこのエピソード3にしようかな。こっちトモいるけどね、こっちトモいないから。あ、でもこっち千葉先輩いるね。やっぱり見つからなかった。服部さん、今回はどこに隠れてるんだろう。結構あちこち探したのにね。おお、新田さん、いくらこの学園が広いって言ったって見つからなすぎじゃない？すまないな、新田、いつも手伝ってもらって。ううん、楽しいからいいよ。ありがとう。しかし二之助にも困ったものだ。すっかり失踪癖がついてしまった。これで何回目だっけ？通算4回目だ。うわー、そんなになるんだ。その度におさぎさんが探してくれてるのにね。もういっそイベントにしてみるのはどう？エースさん探し大会みたいな。なるほど、企画してみようかな。いや、みんな参加してくれないんじゃないか。そうかな、面白がってくれそうだけど。それがな、アラタンは知ってるだろ、最近運動部で流行っているジンクス。ああ、あれか。何何？試合前に勇気を見たら勝てるけど、エースさんを見たら負けるって話。そんなの知らないよ。もしかして最近やたらとテニス部とかバスケ部から生徒会に依頼が多いのってそのせい？だと思うよ。なんだ、俺が生徒会長として認められてきたからだと思ってたのに。それもあるさ、そうがっかりするな。うん、でもなんでそんなジンクスができたんだろう。勇気の運がいいことはベルワンで証明されたからな。それにあやかりたいという気持ちがあるんだろう。それとエースさんずっと覆面してるでしょ、真っ黒の。それが不吉っぽいって。だから覆面はやめろと言ってるんだが、あいつ聞かないんだ。あれってなんでずっとしてるの？反省と自戒の気持ちの表れだそうだ。あとジョーカーに一度も勝てない自分は世間に顔向けできないとも言っていたな。誰も気にしてないと思うけど。ですよね、俺もそう思うんだが。でもあのジンクスが流行ってる限りエースさん探すのに協力してくれる人は少ないかもだね。そっか、じゃあどうやって探せば。あれ、あそこにいるの千葉さんじゃないかな。珍しいな、千葉先輩が勉強しているぞ。宿題かな、聞いてみよう。千葉さん、こんにちは。おい、お前らなぜここに座る？はやや、何してるの？課題だ。そんなの出てたっけ？補習に出なかったからな。これ世界史？ってことは伊藤先生か。だから伊藤先生、この間の放課後はやや探してたんだ。あ、俺も千葉さんを見かけなかったかって伊藤先生に聞かれた。課題で許してもらえたんですね。だが千葉先輩、答案用紙が真っ白だぞ。よかったら手伝おうか。世界史は得意科目だ。敵から情けは受けない。情けじゃない、交換条件だ。何？俺たちと一緒に二之助を探してくれないか？またあいついなくなったのか。ああ、詐欺森、お前も放っておけばいいだろうが。そうは言ってもな。とにかく千葉先輩は二之助探しに協力する。そうしたら俺が千葉先輩に世界史を教える。対等な条件だろ。それいいですよ、千葉さんだったら見つけられるかも。うん、忍者に対抗するなら早やくらいじゃないと。おお、忍者 vs 侍、ファンタスティック。あれ、ドラちゃん、もしかして忍者とか好きなの？はい、忍者ファンタスティック、とてもワクワクします。私彼に弟子入りしたいです。弟子入り、それだ。何が？服部さんがいつも見つからないのは忍術とかで隠れてるからだと思うんです。だったらこっちも忍術ができたら見つけられるんじゃないかな。忍術、私たちが？そしたら人数はこっちの方が多いんだから、なんとかなるよきっと。いい、それです。私忍者の修行したいです。修行？はい、
滝に打たれたり、長いリボンつけて走り回ったり、わざと蜂の巣を落として怒った蜂から逃げて足腰鍛えます。蜂は危ないんじゃないかな。でしたら毎日朝の苗を飛び越えるのはどうですか？朝の苗？なんで？朝伸びるスピード早いです。毎日伸びる朝を飛び越える、屋根まで飛べるようになります。すごい、ドラちゃん詳しいね。インドでも忍者大人気です。私も忍者好き。でも日本にはもう忍者はいない、みんなそう言います。でも絶対いるはず、私信じてました。インドにもヨガマスターいます。空中浮遊や火を吹く余裕です。え、本当か？それはインド人もびっくりだね。はい、私会ったことあるです。でもヨガマスターインドの山奥に隠れてます。だから忍者もそうだと思ってました。やっぱり忍者は隠れていたです。隠密行動です。もっといろいろお話ししたいです。それで忍者の修行もしたいです。よし、付き合ってやる。え、千葉さんが修行するんだろう。自分もやる。やりましょう。侍の力に忍者の技が加わってパワーアップです。パワーアップ。なんか変な話になってきたね。うん、だが面白いぞ。そうかも。よし、やろう。みんな忍術の修行だ。そしてみんなで二之助を探し出すぞ。おう。うむ、全員揃ったな。みんな気合入ってる。修行だからな。私とてもワクワクしてます。おい。はい。お前大丈夫か？何がです？球技大会の時、ジョーカー様と一緒のチームだったのを見た。全く動けていなかっただろう。無理に動くと痛めるぞ。大丈夫です。修行は気合、根性です。そうか。ドラちゃんすごいやる気だ。優しい。俺だってやる気です。みんなで頑張りましょうね。ああ、それで最初は何をしますか？はい、提案。まずは技を使える人が使えない人に教えるのがいいと思います。そっか。それじゃあ千葉さん、お願いします。は？なぜ？だって千葉さんだったら術とか技とか使えそうじゃないですか。ああ、さすが侍。できるか。そんな、縄抜けとかできないんですか？剣道関係ないだろ。畳返しはどうです？私あれ大好きです。時代劇と一緒にするな。はっ、私わかりました。何が？侍の奥義は門外不出、誰にも明かせません。だから千葉くんは言えないのです。そうですよね、千葉くん。違う。いいか、剣道の技は忍術とは違う。そんな極限まがいなことはしない。できないんだ。なんだ。まあまあ、みんな気持ちはわかるが、そう露骨にがっかりするな。千葉先輩は剣道一筋、剣道バカなんだ。責めたらかわいそうじゃないか。うるさい。だいたい詐欺盛り。お前こそどうなんだ。服部とつるんでいたんだろう。忍術の一つも出せないのか？出せるぞ。何？本当ですか？一つだけだがな。やってやって、俺も見たい。よし。クーヤさん、おさぎさん倒れちゃった。どうするつもりだ？動きませんね。うん、まさかとは思うけど、オチ読めちゃったかも。俺も見たか。これぞ忍法、死んだふり。ふざけるな。そうだそうだ、おさぎさん使えない。がっかりです。おい、君たちちょっと言い過ぎじゃないか。だって結構期待してたのに。子供騙しですね。そうは言うが、こうやって死んだふりをして敵の目を欺く技があると二之助が。よし、じゃあもう一度やってみろ。木刀で滅多打ちされても続けていられたら忍術と認めてやる。痛いだろ。
死んでるなら痛くない。待て千葉先輩、目が本気だぞ。本気だと。さあお前の忍術を見せてみろ。千葉さん、気持ちはわかるけど落ち着いて。千葉先輩に木刀で練った打ちか、それもありだな。っていうかさ、そんなのでいいんだったら新たの方がすごいのできるよ。お前が？どんな？忍法口寄せの術。なんだそれは。で、指笛で動物呼ぶだけなんだけど。え、新田さん、そんなことができるんですか？うん、見たい？ぜひ。それじゃやるよ。ドドーン。ほらね、来た。すごいすごいです、アラちゃん。ビーストテイマーです。って、マロが来るのはいつものことじゃん。そうだな。だが、すごい。考えてみたまえ。この広い学園内のどこにいてもアラタンが呼べば来るんだぞ。これは二人の間に強い絆があるからこそ成し得るのだ。そっか、マロ、お前アラタさんのこと大好きだもんな。アラタもマロのこと大好きだよ。アラタさんたち可愛いな。うん、愛だな。だが忍術じゃない。それは水瀬のペットだろう。呼んだら来るのは当たり前だ。わかったよ。じゃあ今度は違う子呼ぶね。違う子？うん。誰も来ないじゃないか。ん？猫くんだ。なんだこの猫の群れは。学園中の猫たちみんな集まってきたです。おお、若様、君も来たのか。アラタン、君はすごいな。まあね。すごい、これ本当にすごいです。はやや、これでどう？ああ、水瀬。何？こいつら触っても平気か？平気なんじゃない？そうか。にゃ。おい、逃げたぞ。千葉先輩、そんな触り方をしたら逃げるに決まっているだろう。なんだと？そうですよ。ですね、若様、ちょっとおとなしくしててくれよな。よっと。はい、千葉さん、両手でしっかり持ってください。こうか。柔らかいな。若様は慣れてるから膝の上に乗せたりしても平気ですよ。あと耳の後ろとか触ってあげると喜ぶよ。耳の後ろ？ああ、そんなに恐る恐るだとくすぐったがっちゃうから、もうちょっとちゃんと触って。ちゃんと触る、こうか。そうそう、そんな感じ。おう。千葉先輩、反対側も触ってくれと言ってるぞ。分かった。本当にこいつは逃げないな。若様はなんて言ったって格が違うからね。おい水瀬、この技はどうやったらできるようになるんだ？俺もぜひ教えてほしい。俺も、私もです。いいよ。はやや、指笛吹ける？ああ。じゃあ猫たちおいでと思いながら吹いてみて。よし。にゃ。おい、逃げたぞ。若様しか残ってないですね。びっくりしたんじゃないか？あれ、おかしいな。おさぎさんもやってみてよ。よし。何も来ないな。若様なんて寝てるし。クーヤ君、無視されてます。やはりさっきのはまぐれだったんじゃないのか？うん、もう一回やってみるね。ほら、来た。まぐれじゃないでしょ。おう。ねえねえ、新田さん、なんかコツみたいなものはないんですか？指笛の吹き方とか、どのくらいの長さで吹けばいいとか。
あんま考えたことないけど。だが確かにアラタンと俺たちとじゃ指笛の音も違ったな。よし、アラタンと同じ音で吹けるよう練習してみよう。おう。ダメだ。アラちゃんみたいに呼べないです。指笛は上手くなったが。こんなもの上手くなっても猫が来ないなら意味がない。思うんですけど、これって新田さんしかできないんじゃないかな。きっと新田さんが特別なんだよ。そっか、役に立たなくてごめんね。そんなことはないさ、いいものを見せてもらった。でも口寄せの術ダメならどうしますか。うん、そうだ、ドラちゃんにいいものを見せてやろう。手裏剣。術とは関係ないが興味があるだろう。はい。ああ、かっこいいです。こんなの持ってたんだ。うん、二之助から誕生日のプレゼントにもらったんだ。本物か。もちろん。持ってみるか。千葉くん、どうぞです。案外重いな。鉄製だからな。俺も本格的だ。触ったら痛そうだよ。先が鋭いから気をつけるんだぞ。うん。結構厚みもある。私投げてもいいですか。いいとも。ドラちゃんの次俺。自分にもやらせろ。もちろん、順番にな。ドラちゃん頑張れ。では行くです。と飛ばないです。ドラちゃん不器用だな。俺はもうちょっと飛ばしますよ。えい。やっぱりあんまり飛ばないね。鉄だからかな、結構投げにくいですよこれ。貸してみろ。はややならかなりいけそう。頑張れ。はっ。お、さすがだ千葉先輩、かなり遠くまで。何の音？なんか木から落ちたような。まさか二之助が。いや何もいないな。さっきの猫がまだいたのかも。ねえねえおさぎさん、この手裏剣生き物にぶつかったら危ないよ。もうやめよ。そうだな。いや、もう少しやらせてくれ。投げ込めばコツがつかめてくるはずだ。私もやりたいです。シュシュッと投げて敵を倒すです。お、ちょっと待て、倒したらダメだろ。君たち忘れたのか、忍術の修行はそもそも二之助を探すためのものだぞ。そうだそうだ。ん、なんか聞こえたような。そういえば服部さんを見つけるための修行でしたね。そうでした。うん、やっぱり忘れてると思ったんだ。お、はやや残念そう。とりあえず手裏剣はしまっておこう。千葉先輩の前に武器を出した俺が間違いだった。それじゃあどうする。分身の術とかどうですか。分身の術。そう、あれってできたらすごく忍者っぽいじゃないですか。なるほど。でもさ、分身の術ってどうやればできるの。残像が見えるほど素早く動けばいいんじゃないか。え、試合中市内の残像が見えることがある。それと同じくらい早く動けば人の残像も見えるんじゃないかと思う。さすが千葉先輩、無茶を言う。なんだと。だが常識の枠にとらわれない画期的な案だ。俺は気に入ったぞ。やってみよう。人の動きが剣速を超えることができるのか試してみようじゃないか。それじゃあ反復横跳びはどうかな。短い距離を何度も移動するなら残像とか見えやすそうじゃないですか。それに忍者の修行としてもぴったりな気がする。いいなーし。皆さん頑張りましょう。おう。もうダメ。新たもダウン。俺もギブアップだ。どう、ブレて見えた。全然ダメです。だよな、これでも精一杯やってるんだけどな。分身の術無理か。でもクーヤ君とアラちゃんはすごかったですよ。分身は無理だったけどね。期待はやはり千葉先輩だな。
お、え、まだやるんですか？修行とは続けなければ意味がない。続ければいつか必ずできるようになるはずだ。さすが千葉さん。そうですよね、千葉さんなら俺できる気がします。任せろ。よし、今度こそやってみせる。千葉さん頑張って。おお、さっきより早いです。さすがだな。ねえねえおさぎさん。なんだい？市内ってさ、どのくらいスピード出るの？剣道のことは詳しくは知らないが、フェンシングの月ならば時速200キロくらいだな。音速よりは遅い。そっか。でもさ、それって人間にはやっぱり無理だよね。いや、わからないぞ。はやや、いけるかな？可能性はある。うん、だね。頑張れ、はやや。見てください、千葉くんの姿がブレてきてる。ああ、見ろ、アナタン、千葉先輩が人の限界を超えるぞ。いけますよ、千葉さん。あとちょっとで分身の術完成です。おう、ファンタスティック、アメイジング。さあ、ここで忍者らしく分身全部別々の攻撃を。はあ、危ない。あっちゃー、はやや大丈夫？ドラちゃん、さすがに今のは無茶を言い過ぎだ。ああ、すみません。千葉さん、怪我はないですか？おう、息が切れているだけだ。だが、いける。手応えはつかんだ。このまま続ければ。まだやるんですか？少し休もうよ。いや。そうです。私、おやつ用意してます。おやつ？はい。皆さん、ハードな修行でたくさんお腹減るです。サモサ、チキンティッカ、パコラ、ジャレビ、チャイヤ、ラッシーもあるです。これ食べて英気を養うです。賛成。おお、いただきます。曲どうした？どんどん食べてください。いっぱいあるです。ありがとう、ドラちゃん。このナン、甘い。パシュワリ、ココナッツのナンです。おいしい？おいしい。クーヤさんも食べてみる？カレーとの相性バッチリだよ。ありがとう。どれ？うん、確かにおいしいな。だろう？千葉さんもどうですか？肉でいい。はややも肉があればいい派なんだ。甘いものは苦手だ。ラッシー美味しいよ。いらない。じゃあサモサは？中身はひき肉とチーズだって。もらう。うまい。ドラちゃん、最高に美味しいぞ。うん、なんかいつもより美味しいかも。うん、あれだけ修行したから当然です。空腹は最高のスパイス湯です。もりもり食べてください。はーい。それにしてもみんなすごいよな。新田さんは動物呼べるし、千葉さんは分身できるし、ドラちゃんの料理は美味しいし、特にさっきの千葉さんすごかったです。そうか。そうだよ、だって分身だよ。あんなに早く動ける人見たことない。あれなら千葉さん、剣だけじゃなくて忍術だって極められるんじゃないですか？うんうん、そのうち本当に奥義とか編み出したりして。そうだろうか。はややならきっとできるよ。おお、だが水瀬、お前だってすごい。あんなことができるなんて見直した。大したことないよ。ありますよ、あんなことできるの新田さんだけです。やっぱり新田さんが本当は優しい人だって
猫もわかるんですよ。本当はってなんや。勇気、それ褒めすぎだから。おい勇気、俺は風也さん、今回は特に何もやってないじゃないですか。うん、まあそうだな。冷たいな。猫も呼べなかったし、分身もできなかったな。死んだふりしただけです。そうまとめると確かに今日の俺はイマイチだな。いいんだよ、クーヤさんはいつもかっこいいんだから。たまにはイマイチでもさ。勇気、君はいいやつだな。よし、お礼にこのチキンティッカーをあげよう。サンキュー。でも俺は千葉さん、その寒さ美味しそうですね。まあ、でも勇気、なんかちょっとビッチっぽい。ごめんごめん、あんまり表現じゃないけど。おう、うまいぞ。俺にも取って。すまん、もう食った。これで全部だ。ポテトの寒さならこっちにあるです。それで我慢してくれ。うん、そうですねって。好きあり。お、うん、好きあり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 。どこから突っ込めばいいかもわかんないよ。見たままでいこう。千葉さんの寒さいただき。おい、食いかけだぞ。食べかけでもひき肉の方が食べてみたいです。いや、この勇気めっちゃ悪い顔してるし。いや、勇気一本取ったってマロも狙ってる。ん？おさぎさんのチキンティッカ、マロダメ。そうだぞマロ、これはかなりスパイスを使っているから、君みたいな小さな生き物が食べたら大変なことになる。すまないドラちゃん、何かマロにもあげていいものはあるか。刺激の少ない、できれば肉とかのタンパク質がいいんだが。そうですね、スパイスを使ってない料理。うわ、この千葉先輩かわいい。ちょっと上目遣いで。ないです。さすがドラちゃ ん、どうしました、ゆうきくん。なんかドラちゃんのそばの寒さが微妙に減ってるような。君が食べたんじゃないのか。うん、俺も食べてるけど、それよりってこの手。しまった、二之助見つけたぞ。皆さん、今こそ修行の成果です。千葉くん、右です。おう、ち、逃がすか。はっ、手裏剣でマントを木に留めた。おさぎさん、かっこいい。やっぱりいざって時は頼りになる。くそ、クーヤ、それは俺がやった手裏剣だろうが。そうだ、君からもらった大事な手裏剣、今こそ役に立たせてもらう。よし、それじゃあ新たも。マロ、エースさんを捕まえて。ここ猫たちも来た。みんなもかかれ。俺も。さあ、服部さん、おとなしく生徒会に戻ってきてください。朝日奈、いや、俺も戻ろうとは思っていたんだが、いただけというか、なんというか。言い訳無用。えい、覆面が。うっ、あっ、何も見えない。マロも若様たちも退避。煙が目に染みます。やっと煙がなくなってきた。みんな大丈夫？呼吸よ。くしゅくしゅ。また逃げたか。往生際の悪いやつだ。でも書き置きあります。生き恥を晒したので失踪します。なぜそうなる。俺が覆面取ったからかな。顔を見られたと思って逃げたのかも。バカだな、あいつも。覆面を取られたからといって何なんだ。勇気が来るまでは覆面なんかしてなかったのにね。え、そうなんですか。ああ、あんな覆面をし始めたのは最初に失踪してからだ。ってことは俺以外はみんな
服部さんの素顔を知ってるってこと？ああ。マジか。なんか急に悔しくなってきた。さっきもっとちゃんと顔を見ておけばよかった。そんなに気になるのか？だってみんな知らないんだと思ってたから。服部さんってどんな顔なんですか？内緒。ああ？そういうことは自分の目で確かめた方が面白いだろ。空也さんまで。わかりました。じゃあまた探そう。今日は逃げられたけどチャンスはいくらだってある。服部さんを連れ戻して、それで覆面の下を見せてもらうんだ。5人で力を合わせればきっと。5人？自分も入っているのか？もちろん。今日楽しくなかった？そんなことはないな。じゃあ手伝ってください。勇気の勝ちだな。まあいいじゃないか。二之助探しを手伝ってくれた分だけ俺が勉強を教えるから。さあ千葉先輩、帰ったらまずは世界史だ。頑張れ千葉さん。分身ができるんだから世界史なんて余裕だよ。分身の方が楽だ。ねえねえ、そろそろ帰らない？もう日が暮れちゃうし、汗かいたからお風呂にも入りたいし。風呂いいですね。じゃあみんなで入るか。なんでお前はすぐみんなみんなと。さて、これは余ったお弁当です。余ってるから誰が食べても大丈夫です。だからここ置いておきます。どうも。優しい。早く帰ってきてください。そして私に忍術を教えてほしいです。考えておく。よろしくお願いします。ドラちゃん、どうかした？今行きます。では失礼します。みんな待ってくださいです。んー、なんか優しさで成り立ってるなって、この世界はみたいな気持ちになってきてた。マジでサステナブルな。好きな話を選びたまえ。地球。サステナブルって継続可能みたいな意味やんな。これは見えないのかな。これ、なになに、これあと何やろ。何が僕は、シーンリストとでもエンドリストはコンプリートしたんじゃないかな。そんな。だからさ、多分さ、僕あれなんやろ。どの画像を、おまけ以外の CG 鑑賞が、待ってないってこと？お、あくっそ、あなるほど、なるほど、メガネや。こいつメガネ、メガネや。そういうことや。ちょっと待って、高藤さん、もうどの画像を見る？好きな話を選びたまえ。 OK、 出た出た。では次回これ見て終わりですね。終わりなんかな。でも全部見ちゃったもんね。では次回お会いしましょう。